毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。では頂上やります。今回クラシックモードですね。小原のゼッポジさん先生取った。あークラークや強えわ。めっちゃ強キャラ見えてるっすね。クラーク、霞伊織、パオ6里、これむずいなぁ。霞は取ろう。で、あと6里かな。これはでもパオと伊織取られるっすね。いやぁ、めちゃめちゃこれはクラーク側が有利やな。3体取った上にクラーク取ってるからね。はてないこう。さあ、あかん。中途半端なキャラばっか出た。弱くはないんですけどね、みんな。弱くはないけど、頭抜けた強キャラが出なかった。先生こっちやな、でも。ああ、ハイデルまで出るんか。共感出たよ。上司。上司と部下が出たね。亀、蛇、虎、熊は、蛇はシェルミーでもいいかな。熊はオロクリかマチュアか。虎が今日しかいないのが嫌やな。まあ、しゃあないな、でも。霞シコンはやっぱ組みたいんでね。これでいこう。うわースキルなんもないやん。マジでなんもない。アテナでもたまらんか今のは。あ、たまるんや。アテナを前に置きっぱすね。ハイデルンスキルか強いな。ハイデルンのスキルは防御型に強いからね。いや、パオ下げたな、今。やばい、倒してまう、これ。あかんか、倒すか。今日倒す予定なかったけど、今日ちゃうわ、アテナ。あ、そのまま来てくれた。助かった。これ、助かりっすね。ほんなら、こういこうか。ここの、今日は使っとこか。いや、使わんでいいかな。使う、まんでいいか。うん。とりあえずこれでパワーを使われても自身に入るんで全然大丈夫っすね。てか霞誰下げたか見てなかったな。これやばい。ちょいとか溜まってる。サイコボールは自身。あーちょい溜まってる。ハイデルも溜まってるか。スクリアッパーハイデルン、シェルミーか。よし、シェルミーならまだマシやな。よかった。あー霞ちょっと見てなかったな。どこ下げたかちゃんと見なあかんかった。まあでもここ京都マッチャーは使えるんでよかった。これ一旦あれやな、ちょっと待ってよ。一旦パオを倒そうか。一旦パオを倒します。これで復活が厄介なんで多分復活するでしょう。え、してないの。しなかったな今。マジで。え、してるんかな、わからん。結構吹っ飛ばしたからしてないんかーい。嘘やん。うわー、してくれよ、復活。復活する予定でこういう置き方したんですけどね。今日こっちやな。ちょ、待ってくれ、これは。これやばいな。これ調整できなさそうやし、しかも。いや、むずいな、これ。調整できるかな。できたらいいんですが、よし、できた。あ、けどこれ、上。いやー、もうやってるな。今日さ、うん、そうやな。ラッキーは生きるけど。いやー、これやってるな。今日打てたら全滅取れたのにな。めっちゃ下手打った。ほら、今日打てたら全滅取れた。マジで。めっちゃ下手打ちした。取れるかでも。あ、ちょっと待って、わからん。取れそう。あ、いける？いけるわ。いけた。あ、すやすや、いけるね、あれやったら。ヘルバンが結構ダメージ取れましたね。ちょっと向こうの方も、ラッキーを甘く見たかもしれないですね、今のは。じゃあもう一回いきます。ちょっとでも、棚ぼた的な感じではありますけどね、今のは。さあ、クラシック、最後っすね。今んとこ5連勝っすよ、今日は。クラシックモード5連勝、今。最後も勝ちたいね。6連勝で終わりたい。全然
その当たらないんですよ、これ。さっきもですけど、さっきカットしてますけど、もしかして順位いいんかな、今。あの、マッチングしない。順位がもしかしていいの、これ。と、わからないけどね。ちょっと一回キャンセルしようか。あれ？ほんまにマッチングしないな。順位とか全然見てなかったけど。あ、42位やな。割といいっすね。今、全国42位なんで、結構当たりにくいのかも。これ当たらんかったらもうやめます。これもし30秒経過したらやめよう。当たった。ギース様の長男、なんか見たことあるな。あれ？なんか、これ、ジムさんやったかな？なんか見たことありますね。誰やったかな？配信に来てくれてた方なんですけど、てか、どうしよう、キャラ。ももこ。誰やったかな？ギース様の長男。確かね、なんか、忘れた、ほんまに。ジムさんじゃなかったかな？ミスタービ、おー、マキシマいいね。りょうと、ハテナ。で、ハテナと、ベニマルかな？やっぱり。ひなこか。マキシマとか、パオが出てるんで結構いいですね。シェルミーか。ももこ置いときます。で、マキシマも置いて。ザキはスタンバイ。これでいこうか。これかなりキャラいいと思うけどな。結構強めのキャラ出してるけど、僕。まあ、それでもいいかな。攻め際、攻め気味に行こうか。先生は向こうやね。マキシマ HP50% 以下になるなら使います。ならへんか。一旦下げて。なんでスキルないんよ、もう。マジで。ミスタービッグだけでも出てほしかったな。エイジ下げましたね。斬鉄派。エイジ下げるなら、ザッキーは使おうか。いや、スキル弱いって、本気で。スキル弱い。いや、ザッキー使わない。多分アンディじゃ倒せないんで。アンディ、まあ使ってこないと思うけどね。うん、そうっすね。ほんなら、マキシマ使います。ちょっと待ってよ。そうですね、マキシマ使おうか。マキシマとザキ使おう。ザキは結構ダメージ取れると思うんでね。そうですね。で、誰叩こうかな。マキシマでとりあえず回収して、まあテリーでいいか。テリーでいいっすね。結構ダメージ取った。で、このマキシマはこの HP ですけど結構いやらしいんですよね。こんだけの HP だけど、なかなか硬いっすよ。テリーとラッキーぐらいじゃ絶対倒せないんでね。イオリか。イオリならやばいか。ガード生きてる。なんとか耐えた。ヘルバンじゃ無理ですね。耐えたけど、どっちかやられるな、これは。モモコか。生きてる？おお、生きてるやん。マジっすか。これ全滅取ったんじゃない？ももこ、ビッグ、ひなこ、ベニマル。全滅取った臭いな。いきます。まずももこ、こっちね。で、ここは、多分取れるっすね。ミスタービッグで確実に倒して。で、めまいも入れて、雷光剣もぶっ破する。そして、こうかな。うん、これでいけると、あー無理なんかよ。無理な、今のスキルやったか。ももこ、あの、食らってるんすよ、あれを。おお、ひなこゲージたまったで。パオ出しとこう。ひなこは使う。めまい入らへんか。目は入って欲しかったっすね。あと1体いますよね。あと1体いるけど、僕も1体いる。アテナがいる。レオナじゃ、ミスタービッグは倒せないっすね。さすがに。クリティカルはない。うん。
これはいけるっすね。もうミスタービッグ次溜まるんでね。次溜まるので、いけるかな。ミスタービッグが打てるのがでかい。ラッキー溜まっていてもビッグ倒せないでしょ。昇降券ね。うん。ビッグは生きてる。危ない。ギリギリやけど。そしてひなこは復活のバフ入ってるんで、まあアテナでいいかな。使います。軍内。アテナも使っていく。でここの量は倒したいですね。さすがに。うん。倒しました。レオナがでも、これあれやな。レオナが、ミスタービッグに飛んでくるんちゃうかな。てか、スキルが弱すぎやな。まあ、でも、雷光剣打てるか。あ、飛んできた。まあ、いっか。飛んできましたが、大丈夫。雷光剣打てるからね、ここで。そうですね。雷光剣、うん。まあ、結構順当にいけたかな。で、このギース様の長男って方、生配信にね、来てくれてる方やったんですけど、すいません、ちょっと名前ほんまに忘れました。もしね、仮に見てたら、よかったらコメントください。ってことで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。